こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です、コロナウイルスのおかげでね、オーストラリア向けの EMS がストップで、シンガポール向けの EMS も、発送されるはずなんですけど、まあ、日本の郵便局が止まってたという状況です。でそんな中ね、むしろこれ止まってて幸いだったお知らせが来たんですけど、納品設定してもすでにね、荷物出した会員さん宛てにこういう風なメールがシンガポールアマゾンから届きました。内容はね、重点だけ訳すると、まあ、シンガポールの首相とね、関係当局の、まあ、タスクフォース、まあ、要は命令によりね、2020年5月4日まで一時的にお客様の納品を受け入れることができませんと、ね、コロナウイルス騒動で必需品の販売、ね、それに協力しろと、ね、すぐに送れというようなね、要望があったようで、フィルフメントセンターには5月5日以降に、届くように送れというような内容です。でもしももう送っちゃってるんであればね、いつ届くのかちゃんと知らせろというような内容なんですけど、まあ、これはね、今の状況でいつ届くなんて正確な、見込みが立つわけもないんで、まあ、すでにこの発送してしまった会員さんには、まあね、ちょっとお手数だったんですけど、郵便局から引き上げて5月になってから発送しましょうというようなね、アドバイスをしました。まあ、オーストラリアといい、シンガポールといいね、EMS が止まったとか、なかなか行かないとか、5月受け入れ停止とかいろいろあるんですけど、まあ、ただ、前向きに考えるとね、今回のコロナ騒動のおかげで、一気にアマゾンの、利用者増えました。結局ね、スーパーで買い物できないと言っても、行列して、並んで入ったら、まあ、品切れのものが多い。まあ、必需品とかね、アマゾンで買えるものは、まあ、アマゾンで買った方がね、全然便利だということでね、アマゾンの利用者相当増えてます。で、売り上げも増えてます。まあ、問題納品できてないと。まあ、ただね、いずれにしろ納品はね、納品手段は探してますし、納品が再開できるようになれば、もう利用者増えてますんで、かなり、儲けやすい状態で再スタートできるという形になるんでね。まあ、今ちょっとね、なかなか送れないとか面倒なことあるんですけど、まあ、ここは一つ前向きに考えて、商品探し等をね、継続していっていただければと思います。オーストラリア向けのね、輸送手段今、確認中です。まあ、何しろね、今ね、郵便局が止まってるんでね、その代わりということで、他の民間の輸送会社に問い合わせ多くてね、なかなか普段よりも、質問しても回答遅かったりするんで時間かかってるんですけど、まあ、ぼちぼち、もう値段も出てきてね、あとはどれぐらい荷物を送るのか、まあ、細かい点を打ち合わせする段階なんで、何をね、どれぐらいの大きさの荷物をどこの FBA に入れると、オーストラリアのね、メルボルンなのかシドニーなのか送るというふうにね、質問していただければ見積もりを出します。で結構ね、1回の納品あたりかかるという費用がね、いくつかありますので、何個送るのか、どれぐらいのボリュームになるかによってね、結構見積もりに幅が出てくるんで、見積もり出して、で最終見積もりもうちょっと安くなったのか、もっと高くなるのか、まあ、それを確認して発送というような手順になるんでね、まあ、ちょっと、一手間二手間かかるんですけど、まあ、何しろ今ね、送る荷物がある方はお気軽に見積もり、お問い合わせください。商品の縦横高さのセンチメーターで、重さの方はもう15キロ以下、まあ、要はね、両手で持ってみて、まあ、それほど苦労せず持てるんであれば別に重さのお知らせは結構です。でシドニーに行くのか、メルボルンに行くのか、それをお知らせください。見積もりいくらぐらいで送れますというのをね、お答えさせていただきます。また、ね、こういういいのあるよとか、逆に自分が使っているところ荷物が増えればね、もっと安くなりそうなんで、まとめて、送りませんかというね、問い合わせとか、まあ、あるいは、まあ、素朴な疑問なんですけど、というようなとかね、新しい今回の、このシンガポールみたくね、アマゾンからメールが来たというようなね、ことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。ご報告、ご質問お待ちしてます。アマゾン支サポーター、堀秀夫でした。